フアンウェイボモラレスアイマは、ボリビアの政治家であり、社会主義運動を率いる。同国大統領を2006年から2019年まで4域に渡って務めたが、事実上のクーデターで失脚しメキシコ及びアルゼンチンへ亡命し、1年後にボリビアに帰国している。2005年12月18日の選挙で大統領に当選。ボリビア史上初めての先住民出身の、 大統領であり、その先住民性を政治利用することで、国民の過半数を占める地方の先住民病を巧みに取り入れた。実質的には副大統領のアルバロが、選挙対策や政策立案などを行った。社会的には、スペイン植民地以来、少数の白人系住民が実権を握ってきた、この国に大きな変化、先住民共同体の伝統的組織名である。 アイルの形式的な復活、先住民系であることへの自信を取り戻す、などをもたらした。だが、先住民性を強調しすぎた結果、白人系入植者やメスティーソ、また、都会の知識階級などによる反発も招き、結果的に国内を二分することになり、特に、サンタクルス県など、白人入植者の多い地域では反、エボモラレス運動が、盛んに行われた。 反ワシントンコンセンサス、反グローバル新自由主義の代表的政治家である。モラレスの知性の成果として国民所得を向上させて中間層を拡大したことが挙げられる。国民に占める中間層の割合は2005年の35%から2017年には58%へ上昇した。国際通貨基金のデータでもモラレス在任中の国内総生産の 平均成長率は4.8%に達しており、持続的な経済成長を見せていたことが裏付けられている。2019年10月20日の大統領選挙でも当選したものの開票結果が不正に操作されていたとの疑惑が提起され、米国をはじめとするモラレス政権と対立してきた国々から批判を受け、国家警察やボリビア国軍一部の官僚や、 政治家からも辞任を要求される事態となった。11月10日に再選挙実施と大統領辞任を表明。11月11日、メキシコのマルセロ・エブラルド外相はモラレスの亡命を受け入れると発表した。これは国軍や国家警察からの指示の離脱という事実上のクーデターとされる。その後アルゼンチンを経て2020年11月にボリビアに帰国した。オルロ県で アイマラの農家に生まれた。17歳で兵役に就いたほか、様々な職を転々とした後、コチャバンバ県チャパレに移住し、コカの栽培農家となる。以降、コカ栽培農家の農民運動の中心人物となり、1997年には会議員に当選するが、2002年に暴動を先導したとして、会議員を除名される。それに対抗してモラレスは、 同年6月に行われた大統領選挙に出馬、最終的に当選はできなかったが1回目投票で2位の得票を得て決選投票に進んだ。その後、ボリビアの反政府運動の中心人物として活動し、2005年の大統領選挙では1回目の投票で得票率5割を超えて当選を決めた。モラレスの政治姿勢は強硬な反米主義で、 また新自由主義経済、グローバリズムに対して徹底的な対決姿勢で知られている。ベネズエラのチャベス政権、キューバのラウル政権との連携を強めている。ボリビアガス紛争においても多国籍企業に奪われている天然資源の権利を取り戻すべきだとしている。2006年5月1日には、かねてからの公約、炭化水素の国有化を宣言。 外国資本の企業に対しては、180日以内に新たな契約を結び直すか、あるいは、ボリビアから撤退するかを選択するように迫り、主要な天然ガス電にボリビア軍を派遣して、接収を行った。こうしたことは、外資系企業とその国との圧力を引き起こした。国家栽培農家の出身ということもあり、国家栽培の促進も主張しているため、 彼の反対者はしばしばモラレスはコカイン業者とつながりがあると主張するが、モラレスはあくまでも先住民の伝統的な生活必需品としてのコカの栽培促進を主張しているのであって、コカインの生成、密輸は許さないとしている。このような事態にアメリカのブッシュ大統領はモラレスを麻薬密売人として批判したが、モラレスは私の知る唯一のテロリストは、 ブッシュだと反論して一歩も引かない。また、アラブの衛星テレビ局、アルジャジーラのインタビューでも、ブッシュ批判をしていた。2002年の大統領選挙当時と比べると、その主張はやや穏健化しているとの評もあり、ボリビアガス紛争でも、反政府派の中では、比較的穏健なグループに属していたとされる。当選後は、米国の中ボリビア大使との会談にも応じている。 その一方で、当選後は、キューバとベネズエラを訪問し、カストロ議長、チャベス大統領と会談して、友好関係を再確認している。2003年に、京都で開催された、世界水フォーラムへの出席のため来日したことがある。大統領として2007年3月5日に来日し、秋人天皇、安倍晋三首相、麻生太郎外相と会談した。安倍首相との会談では、 改正後の憲法に戦争放棄を盛り込みたいと語った。2007年に FIFA がコーチでの試合を禁止した際にはチャカルタやヤサ、浜でサッカーをプレーして抗議を行ったり、2008年3月にはボリビアのプロサッカー2部リーグに所属する国家警察チームリトラルのリザーブ選手として正式な契約を行ったことが報じられるなど、サッカー好きでも知られる。 2008年12月27日から始まっているイスラエルによるガザ戦争に抗議してイスラエルと断交した。2010年12月7日に来日し、カンラオト首相と会談を行った。2013年2月20日、国際連合の国際キヌア年の発足に際し、国連総会に出席。記念演説の中で多国籍企業などに対する批判を行った。 2013年7月2日、モラレスを乗せたモスクワ発の飛行機がエドワードスノーデンを同乗させている容疑でオーストリアへの着陸を余儀なくされた。9日、米州機構は欧州4カ国を非難し、ボリビアに連帯を表明する決議を全会一致で採択した。2014年の大統領選挙で再選し、3期目に入った。2017年7月に、 エクアドルのレニン・モレノ大統領はエクアドルにある南米諸国連合事務局の建物を教育施設として再利用すると述べたことに対して議長のモラレスは反発してボリビアで落成した南米議会の本部で南米諸国連合の基本的な運営を行うとした天然資源を生かした好調な経済成長と貧困層への手厚い再分配政策が支持され これまで長期政権を築いてきたが、全政権派やアメリカ合衆国などからは、独裁化が進んでいるとの批判もあった。2019年の大統領選挙では、対立候補のカルロス・メサヒスベルト元大統領との決戦投票となる可能性があったものの、一時中断となった開票作業の再開後に、モラレスの得票が伸び、ニートの得票差が、 決戦投票を必要としない10%を超えたことからアメリカ合衆国やメサ陣営側から開票作業に不審な点が認められるという抗議が寄せられた。結局、モラレスは得票率47.08%で4期目、当選を宣言したが開票作業で不正が行われたとして結果に反発したメサの支持者が抗議デモを起こし一部が 暴頭化して投票所に放火する事態に発展した。その後も開票結果の不正捜査を訴える、反政府側を中心とした国民の抗議活動が続き、米州機構も報告書で、統計学上、モラレスの4選はありえないなどとして、再選挙の実施を勧告したため、11月10日に、再選挙の実施と選挙管理当局のメンバー刷新を発表したものの、 国軍や国家警察などから辞職勧告を突きつけられたことから辞任を表明。これは事実上のクーデターとされ、メキシコ、キューバ、ベネズエラ、アルゼンチン、ウルグアイ、ニカラグアといった反米左派政権が実権を握る国々は、米国主導による右翼クーデターであると主張している。なお、モラレスは自身に対する逮捕令状が出されたと主張したほか、 デモ隊が自宅を襲撃するなどして、身の危険を感じたとして、メキシコへの政治亡命を申請した。11月11日、メキシコのマルセロ・エブラルド外相は、モラレスの亡命を受け入れると発表した。亡命受け入れの発表を受けてモラレスは、メキシコ空軍の軍用機で出国し、12日にメキシコ入りしたが、12月12日、アルゼンチンに再亡命したその後、 反モラレス派で白人系の部屋にね、アニエス上院副議長が暫定大統領への就任宣誓を行い、憲法裁判所も承認したが、そもそも、ボリビアでは大統領の辞任に議会の承認を要するものの、モラレス派が議会をボイコットしたため辞任の承認や、アニエスの暫定大統領就任が承認されたのは2020年1月になってからである。一方、 アメリカ合衆国、ブラジル、コロンビア、エクアドルはアニエスを暫定大統領として即座に承認した。2019年12月18日、暫定政権がモラレスを先導とテロの疑いで訴えていたことが検察当局に認められ、ボリビアの検事総長はモラレスに対して逮捕状を出した。2020年8月20日には未成年者にみだらな行為に及んだとして、 ボリビア司法省はモラレスを強姦と人身売買の罪で訴追した。2020年10月の大統領選挙で自身の後継者のルイス・アルセが当選したことを受け、11月9日にボリビアに帰国した。就任前後から南米太平洋戦争以来対立関係が続き、正規の外交関係をもとない地理との関係改善に向けた動きを開始した。 2006年1月の大統領就任式には人気切れを間近にしたリカルドラゴスチリ大統領が出席したがこれは両国の歴史上初めての出来事であった。その返例としてモラレス大統領も3月にチリのミシェル・バチェル新大統領の就任式にモラレス大統領が出席し両国関係の改善に向けて大きく動き始めた。同時に バチェレ新大統領就任式3列でチリを訪問中のライス、米国国務長官と会談した際も、同長官に国家の歯をあしらったチャランゴを送り、国家生産意欲を遠極に表明している。チェゲバラがボリビアで戦死した後、新米政権はゲバラはテロリストだとして評価しなかった。しかし、彼は初めてゲバラを公式に再評価した大統領となった。 アルパカセーター最終学歴は修学卒であり、本人は人生という大学で学んだとしている。出自がアイマラであることと、コチャバンバにはケチュアが多いことより、彼はアイマラ語及びケチュア語も話す。ただし普段はスペイン語のみを使っている。ノーネクタイの服装を貫くことを公言しており、実際に自身の大統領就任式や外国訪問の際にも、 トレードマークとなったアルパカのセーターや革ジャンパーなどの服装が多く、ネクタイは着用しない。その強硬な反米ナショナリズム姿勢から反対派からは独裁者であると主張されており、日本テレビが制作した緊急ビートたけしの独裁国家で何が悪いでは独裁者として紹介されたことがある。実際、急激な社会主義化を推し進め、 自らを批判するジャーナリストを呼びつけ、強い圧力をかけている場面をテレビで放映させるといった行為が日常茶飯事となっていた。また、外資を含めた民間企業の強制的な国による接収など、独裁傾向が非常に強かった。さらには2016年の国民投票では、僅差で4 0がかかっていた2019年の大統領選挙への出馬が禁じられたにもかかわらず、 憲法解釈を歪めてまで出馬し、その大統領選挙では開票結果の不正捜査疑惑を指摘されるなど、長期政権の弊害やおごりも見られた。一方、特に先住民や貧困層、労働者層から絶大な指示を受けており、2019年大統領選挙の不正疑惑に橋を発した抗議デモの際には矢表に立たされたが、モラレスが辞任し、アニエスが代行に就任すると、 今度は、モラレス支持者による抗議デモが発生した。また2020年の大統領選挙が延期された際にも延期は、マス候補のアルセを当選させないためとして、先住民族や農家などからなるモラレス支持派が抗議デモを行っている。ありがとうございます。